ここは群馬県前橋市小島田町。撮影者が国道50号線を西に進み、ショッピングモールへ走らせています。信号が赤になったことを確認し、ショッピングモールへ右折開始。次の瞬間、完全に赤信号の交差点をバンが突っ込んできます。ギリギリのところでぶつからずに済みましたが、さらに次の瞬間、白バイが勢いよく飛び出てきました。よく見ると白バイはタイヤをロックして、あわや転倒事故。先ほどのバンは白バイから逃げていた様子。白バイ隊員も撮影者に会釈をして、猛然と先ほどのバンを追いかけていきました。